ウンディーナは、ピョートル・チャイコフスキーが1869年に作曲した全三幕のオペラ。リブレットは、バシーリージ・ジコーフスキーが翻訳したフリードリヒ風景の小説、ウンディーネをもとに、ウラディーミル・ソログープが執筆した。作曲は1869年の1月から7月にかけての期間に行われたが、チャイコフスキーは1873年に楽譜を、 破棄してしまっており、このオペラは数曲の歌が現存しているのみとなっている。本作が全曲の形で演奏されたことは一度もない。今日まで残されている楽曲は次の通り。序曲ウンディーナのアリア、滝、私のおじ、小川、私の兄弟合唱、助けて、助けて。私たちの流れは荒れています。ウンディーナとフルトブラントの二重賞、お幸せよ。 を祝福された時よ合唱、を死の時よ、上記のうち少なくとも3曲、アリア、二重賞と最後の合唱は1870年3月28日に、モスクワのボリショイ劇場で行われたモスクワ初演にて、上演されている。本作の楽曲の一部は、チャイコフスキーの以降の他作品に再利用されている。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン。 トランペットに、トロンボーンに、チューバ、ティンパに、トライアングル、シンバル、大太鼓、ハープ、ピアノ、言語部。ありがとうございます。